ちは、元杉です。今回は僕のおすすめのマフラーをご紹介したいと思うんですけれども、そのブランドがハンナハッツというブランドで、このブランドはですね、1920年代にアイルランドの北西にあるドニゴールという場所で創業したブランドになりまして、で主にですね、帽子を得意としているメーカーで、今回僕がご紹介しているのはマフラーなんですけれども、基本的にですね、パッチワークのツイードのハットですとかキャスケット、あとは、パッチワークじゃなくても普通にドネガルツイード、もしくはドニゴールツイード、たまにハリスツイードも使うのかな、そういった、まあ世界的に有名なツイードの素材を使ったアイテムを得意としているメーカーなんですよね。で、基本的にはそのハットですとかキャスケットを主に作ってて、日本でもそういった帽子系が出回ってるんですけれども、ですね、あんまり知られてないんですけれども、例えば帽帯、蝶ネクタイですとか、あとは、肩にかけるちょっとしたポーチですとか、あと今回僕がご紹介するマフラーなんかも作ってるんですよね。帽子はたまに見かけるんだけどっていう方いると思うんですけれども、それで小物はですね、その日本国内でも取り扱ってるお店がすごい少ないので、あんまり見かけないと思うんですよ。で、僕はこのマフラーはもうかれこれ10年以上前に買ってすごい気に入って今でも使ってて、で、ドネガルツイード、ドニゴールツイード使ってて、めちゃくちゃ丈夫で全然へたれないんですよね。で、表地が、パッチワークのツイード素材になってて、裏地、首に巻く部分は、コットンの、コーデュロイ素材を使ってるので、全然チクチクしなくて、すごくあったかいですし、めちゃくちゃ巻き心地もいいんですよ。で、とにかく見た目がおしゃれ、すごく可愛いので、僕は本当に気に入ってて、よく使ってるんですけれども、未だに10年ぐらい使っても全然へたれずにですね、現役で活躍してる枕になります。で、パッチワークなので、もちろん一点一点全部表情が違うので、まあ、ほとんど一点物って言ってもいいですよね。で、コーデュロイの色に関しては、これ10年以上前に買ったので、色が、今売られてるものとちょっと違うかもしれないです。ベージュがあったり、ブラウンがあったり、オリーブがあったり、その、発売する年ですとか、取り扱い店舗によって、そういったコーデュロイの色ですとか、パッチワークとかも、まあ、パターン全然違うと思うので、一応 URL 貼り付けておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。で、お値段が大体、10年前と変わらずに、1万円前後、ちょっと値段がするかもしれないんですけれども、もうほんと長く、丈夫でその愛用できるマフラーなので、それぐらいの値段の価値は十分あると思います。はい。ということで、今回はハンナハッツのマフラーをご紹介させていただきました。この動画が少しでも楽しめましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。